イエメニア626便墜落事故は、2009年6月30日、サヌア国際空港発ジブチ国際空港経由、プリンスサイードイブラヒーム国際空港行きのイエメニア626便が、コモロに近いインド洋上に墜落し、乗員乗客152名が死亡した、航空事故である。唯一の生存者バヒアばかりは、13時間会場に、 浮かんだ後に残骸にしがみついているところを発見された。彼女は同年7月23日に退院した。事故に関する最終報告書はパイロットの不適切な飛行操作入力が失速をもたらしたと結論付けた。同書はまた乗員が機体から発せられる警告に反応しなかった点を指摘した。626便は 総発ジェット機のエアバス A310 から324であり、機体記号は7を8、製造番号535として1990年に製造された。同機は19年3ヶ月間就航し、事故時点での累計飛行時間は53,587時間、飛行回数は18,129回であった。インターナショナルリースファイナンスにより所有された、事故機は、 最初に1990年5月30日にエアリベルテにて収益した。代々の運航会社にリースされた後、1999年にイエメニアにリースされてのナオアジに再登録され、事故まで同社にて就航していた。フランス運輸省のドミニク・ビウスロは、事故期はフランス民間航空局により2007年に検査され、多くの欠陥が発見されていたが、 それ以来同期はフランスに戻らなかったため、当局により検査されることはなかったと報告した。626便のパイロットらは全員イエメン人で、あり、機長と副操縦士、航空機関士の3名で構成されていた。客室乗務員は、イエメン人3名、モロッコ人2名、エチオピア人とインドネシア人、フィリピン人1名ずつであった。 機長は1989年からイエメニアで雇用され、2005年に A310 型機の機長になった。彼の飛行時間は7936時間、そのうち5314時間は A310 型機のものであり、モロニには以前まで25回の飛行経験があった。副操縦士は1980年から在籍し、2004年に A310 型機の操縦資格を与えられた。彼の飛行時間は3641時間、そのうち3076時間は同型機のものであり、モロニには13回の飛行経験があった。626便には乗員11名と乗客142名が登場していた。多くの乗客はコモロ、またはフランス国籍だと考えられている。その他、 カナダ、エチオピア、インドネシア、モロッコ、イスラエル、フィリピン、イエメン国民もまた登場していた。空港の資料によると、乗客のうち66名はフランス国籍だが、彼らの多くはフランスとコモロの二重国籍者であった。乗客の多くはコモロ人口が多いフランスの都市マルセイユの住民の可能性があり、休暇のため故郷へ向かっていた。 その他2名の乗客はヨーロッパ人だと言われている。626便はサヌア国際空港を出発し、ジブチ国際空港を経由後、現地時間の6月30日2時30分に、プリンスサイイドイブラヒーム国際空港に着陸予定だった。墜落は2009年6月30日の夜、インド洋グランドコモロ島の北到着空港から数分の地点で起きた。 626便は空港にアプローチしており、滑走路に,に着陸する予定であった。しかし、機体はアプローチに旋回を必要とするポイントを通過し続けた後、北に向かって左旋回し、コースを外れた。626便は、その後失速し、海に墜落した。空港にいた匿名の国連関係者は、 通信が途絶える前に626便が着陸体制であるという連絡を関西党は受けたとしている。季節外れの強い寒冷前線が小室諸,諸島を通過したことで時速64キロで吹き荒れる強風と軽度から中程度の乱気流にとって好都合な条件をもたらした。イエメン民間航空局副局長モハメッド・アブドゥル・コダーは626便着陸時の風速は 時速61キロであったと述べた。イエメン当局の関係者は、不正を疑わなかった。イエメニアにとってこれは三度目の事故であり、以前の2件は、機体は破損したが、犠牲者を伴わない、滑走路への侵入であった。小諸警察によると、同国は、海上救助能力を有していなかった。そのため、フランスの軍用機2機と、艦艇一隻が、626便の公式な、 捜索を開始した。小諸軍島は、フランス領であり小諸連合ではない、マヨットを含む。残骸は、三つ編み売りの沖合にて見分けられ、数体の遺体や海に浮かぶ、大量の瓦礫などを含んでいた。14歳の少女バヒアばかりは、遺体と残骸の中の破片の一つにしがみついている、ところを見つかり救出された。彼女は、地元の漁師らと、 小諸当局が派遣した高速艇による救助努力の間に見つかり、遺体で発見された母親と旅行していた。墜落後しばらくは生存者がいて、話し声が聞こえたが、夜になると聞こえなくなった。と証言した彼女は7月23日にパリの病院を退院した。唯一の生存者救出と同時に5人の遺体が回収された。別の22人の遺体は、 2009年7月の第2にタンザニアのマフィア島から回収され、ダルエスサラームの病院に搬送された。7月5日、626便のフライトデータレコーダーからの信号が検知された。レコーダーの位置がかなりの深度にあったため、フランス海軍は8月に始まる回収作戦のために、ローフを展開すると発表した。FDR は最終的に、 1200メートル深海のインド洋から8月28日に回収された一方、コックピットボイスレコーダーはその翌日に回収された。フランス航空事故調査局は事故原因の調査を支援するため、エアバスの専門家とともに調査チームを派遣した。イエメンも技術班をモロニに派遣した一方、イエメン優勝が率いる調査委員会が設立された。 BEA はメモリーカードの腐食のため、コックピットボイスレコーダーからのすべてのデータを復元できなかったと記録した。調査の初期の結果は、事故原因としてのパイロットエラーを指摘し、コモロとイエメン当局から異論が上がった。2013年6月25日、コモロの調査委員長バーハン・アーメド・バーハンは、不安定な軌道の間における、 パイロットの不適切な行動による事故であったと発表した。犠牲者の遺族らは最終報告書に抗議するためその3日後のパリにてデモを呼びかけた。イエメンポスト氏によれば不正行為を示す。いかなる証拠が不足しているにもかかわらず、イエメンは機体が取り壊されたと疑っている。調査報告書は事故はパイロットの不適切な行動により引き起こされ、 機体が回復できない失速をもたらしたと断定した。不安定なアプローチは、対地接近、機体の立体配置、失速など、多種の警報を引き起こした。パイロットは、操縦に集中しており、ストレスを感じ、様々な警告に的確に対応できなかった。事故に寄与したものは、風の強い気象条件、訓練と、飛行前の操縦士のブリーフィング不足、そして、 機種の引き上げ警報に正しく対応できなかった点であった。ビュースロ運輸省は、その技術設備に一定の不正があると考えていたため、数年前にフランスは、自国領からこの機体の出入りを禁じたと述べた。しかし、イエメン運輸省、ハレド・イブラヒム・ワルウィシアは、同期は国際的標準に一致しており、イエメンにてエアバス社の専門家とともに、 包括的な視察が着手されたと宣言した。626便の犠牲者に哀悼を捧げるため、フランスのコモロ人は、パリにて行進した。彼らはまたイエメニアの運航を中断させ、同社の安全記録に対しフランスの空港にて抗議し、登場、または、チェックインから乗客を妨げた。結果として、イエメニアは、マルセイユからの全便の運航と、 サヌはモロニカンの全追加民を無期限に停止した。ありがとうございます。